キャロル・クリーブランドは、イギリスの喜劇女優。ロンドン生まれ。空飛ぶモンティ・パイソンに、重要な役回りで出演した、唯一の女性演技者として著名である。彼女はまた、スパイク・ミリガン、ザ・ツーロ・ロニーズ、ザ・パースウェイダーズ、その他のテレビ番組、映画にも出演した。彼女は、モンティ・パイソンの、4つのシーズンすべてと、4本の映画、すべてに出演した。 別のパイソンズから密かにキャロル・クリービジュと呼ばれていたように、彼女は典型的なブロンド美女を演じた。彼女が出た最初のスケッチのとがきでは、A ブロンドブキッサムウェンチ・イン・ザ・フル・ブルーム・オブ・ウーマン・フットと表現されていた。彼女は自らをグラマー・スチュージュと呼んでいた。1955年、クリーブランドはフィスト・オブ・ファンのシリーズ1のエピソード3に少しだけ、 カメ出演をした。この BBC 製コメディは、スチュアートリーとリチャード・ヘリングに焦点を当てたもので、クリーブランドが出演した最初のパイソンでないスケッチ番組であった。彼女は幼年期に母親、ギフと共にアメリカ合衆国に移住し、はじめはテキサス州サンアントニオで、次にはカリフォルニア州パサデナで育った。家族と一緒に、 ロンドンに戻ったのは1960年である。彼女は元ミスカリフォルニア海軍であり、マッドマガジンのミスティーンクイーンとして15歳でデビューした。彼女はまた王立演劇学校の出身者でもあり、現在はワンウーマンショーキャロル・クリーブランドはすべて暴露するをやっている。母親はモンティ・パイソンに数回登場したことがある。一度は頭に斧を食い込ませた。 精神病患者として出演した。ありがとうございます。